どうも、セネガルレスラーチャンネルの翔吾です。今日はセネガルでよく飲まれているコーヒーがあるんですけど、その名前はカフェトゥーバって言います。で、まあ、カフェトゥーバっていうのはアラビア語で至福のコーヒーっていう意味なんですけども、まあ、そのカフェトゥーバの粉を作ってる工場があるので、そこにちょっと今から、見学しに行きたいなと思います。で、まあ、実際、どんな感じで作って飲んでるか、まあ、味の感想とかも、この動画を通して、お伝えできたらなと思います。はい、では、今から、工場の見学行ってきます。イエーイ。No, J Santi. なあ、匂いがします。カフェトゥーバーの、あ、ここ、イシ。ここがカフェトゥーバーの工場。めっちゃ匂います。はい、今カフェトゥーバーを作ってる工場に着きました。で、まあ、この後ろの、部屋の中でカフェトゥーバー作られてるみたいなんですけども、今もう結構このカフェっていうか、コーヒーの豆の匂いと。そのカフェトゥーバーに入ってる、スパイス、まあ、香辛料入ってるんですけど、その香辛料の匂いでめちゃくちゃいい匂いです。で、あっち多分できたカフェトゥーバー置いてある倉庫になると思うんです。シェフ、ティプライス、ラバー、ノノ、サーブ、サバ、ラバー、セパーカフェトゥーバー、あ、サーブ、サーブ、オープンシュー、あー、ラ、あそこはサーセプムトン、羊の餌でした、すいません。倉庫に置いてるのはあれは羊の餌でした。シェフラン、セオープンシュー、はい、どうも。じゃあ今から工場の中を見ていきたいと思います。まあ、どういう工程で、カフェトゥーバーが作られているのかっていうのを紹介したいと思います。まずあそこで、コーヒーの豆と、ジャルっていう香辛料とコーヒーの豆です。この2つを合わせて作るのがカフェトゥーバーっていうセネガルの、コーヒーになります。で、このジャルっていうのがすごいスパイスが入ってて、まあ、独特の、味を引き立たせてる、役割です。で、その、まあ、豆とこのジャルをこの機械で、熱して加熱していきます。で、まあ、黒くなったものを、すりつぶしていくんですけど、こっちの機械です。はい、ここで、カフェの豆とジャルを、上に入れて、機械を作動させて、フード、粉の状態にしていきます。で、最後、パック詰めをこっちの機械でやって、まあ、最終的にこういうパック、これ5キロで売られているのと、こっちが1キロずつにパッキングされているのと、まあ、ちょっと今ないんですけど、もっとちっちゃい、1杯ずつのパックになってるやつも、この工場で作られてます。で、まあこのカフェトゥーバーセネガルのコーヒーなんで、日本の皆さんにも、飲んでいただければなと思うので、まあ、帰国した時とかに、知り合いの人に持って行ってちょっと作ってあげたいなと思います。で、あと、まあ、できたら皆さんが気に入ってくれたら、まあ、日本で、打って、まあ、そのセネガルの活動費とか少しでも、稼げたらなと思うので、まあ、まずはそうですね、これを一時帰国の時に持って帰って、まあ、皆さんにちょっと味見してもらおうかなと思います。で、まあ、他に興味のある人とか言えば、言ってくれれば、持っていくので、ぜひ言ってください。まあ、こんな感じで、セネガルのカフェトゥーバーはセネガルで作られてます。こんな感じです。
あと、まあ、この後ちょっとまた家に帰って、カフェテボ買ったので、それを、家で作って飲んでいきたいと思います。で、まあ、あと味の感想とかをね、この YouTube 通して、説明できたらと思います。では、家に帰ってカフェテボを作って飲みたいと思います。はい、何をレック、ジュニアプレック、ドルフィー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 、ちょっと家でカフェテーバーを作ろうと思ったんですけど、ここで、カフェテーバーをもう買えるので、知り合いのところに来てここで飲もうと思います。ダマイナンカフェテーバーこれに入ってるんですけど、あ、もう仕上がった状態なんです。まあ、多分、まあ、普通にコモンバファブリックこんな感じでカフェテーバーを、セネガルの、まあ、至る所で飲めます。じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。カフェテーバーアムナウワスもうよくないな、まさに。ああ、そうか。いいね、ロバーでいい。ロバー。サブディール。うん。うん。カフェトゥバー、ロバーのサポン。わお、名前。ロバーのシーン。ジャポン。ロバー。ジュビアムネオジャポン。カフェトゥバー。まあ、ほんと、ちょっと、まあ、その、このカフェトゥバーの中に、まあ、砂糖結構入れてるんですよ、セネガルでは。まあ、その、独特な香辛料のこうスパイスで、なんか生姜のような、唐辛子のような、まあ、そこまでピリッとしてないんですけど、そういう風味があって、めちゃくちゃ美味しいですね。まあ、というか、セネガルは本当、主力のコーヒーというように、由来のように、セネガルの人はもう毎朝、まあ、休憩時間とかあったら、これを飲んで、ちょっと休憩する、まあ、その休憩の時間。日本に持ち帰りたいと思います。さよなら。